釣りがまた面白いんですよ。これが当たりがねすごいからね。タイをねラバージグで釣る基本、まあ落ちてこう釣ったらすぐにもう今度はもうクラッチを入れてもらってハンドルを巻くだけでそれで OK なんで、できるだけ素早く底を切る。というのはね、マダイってほとんどそこでひっついてる魚じゃないんで、ある程度10メーターとか浮いてるんですよ。それでこのベイラーバーを見つけて一緒についていってるんですよ、水中。それで落ちた瞬間にこう完全にベイラーバーが落ちてこう上がった瞬間に食いつくとか、だからそこでの当たりが多いんですけど、だからもうそこにベイラーバー着底したらすぐに巻く、それを覚えておいてくださいね。特に今みたいに夏とか秋の高水温の活性の結構高い時はかなり早くても、これぐらいでもね、皆さんが思ってる以上に早いと、それぐらい速いスピードで巻く方がいいと思います。でかえって冬とかね、水温が10度とかなってきて、やっぱりタイの動きが鈍くなってきた時はこれぐらいかなりスローで、今の時期でもこういうのがすごいいい時もあるんですよ。あ、来た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 来てる来てる、あれ乗ってないかな。あ、これは違うなんか釣れてるけど違うで、ほらフグでしたこれ何フグやろ、小サイフグ。もうタイはあまり大きい口じゃないから、一口でこうラバジグを吸い込むとかそういう食い方はできない。だから後ろのこうね、ネクタイからガツ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 って、だからそういう食い方するんで絶対早合わせはダメです。いや、あの今は潮がちょっとね 0.5 ノットとか緩いんで、まあ、あんまり普通のこうねタイラーバーの普通の動きよりもやっぱりたまに止まったり、ちょっとイレギュラーの方がねタイにが興味いくかなと思ってスピードを変えたりしてます。ところ変わってこちら潮が速いポイント、かなり潮速い。引き続きラバージグをキャストする片山さん。こういう潮早い時はね、かなりタイも活性高いからガガガっていきなり食い込む時多いですけどね、緩い時はねガツガツガツってなかなか、あよし、来た来たよ、タイでしょ多分。この青がゴンで引いてるから、お、タイどこ投げてます。やったー、タイや。オッケー、いいサイズ。タイです。おっと、これはかなりの大物ではないでしょうか。いいんですけど。よっしゃー、いただき。グッドサイズ。赤か。見事なマダイをラバージグで釣り上げました。タイです。結構明確な感じで5番の時で、その次待っとったらサウが浮いて、高いサウだったらね、あのゴンゴンの次に離すんですけど、だから手で柔らかいサウで十分に食い込ましてるんですけど、まあ根性の勝利ね